アマウリ、カルバーリョでオリベーラは、ブラジル出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。登録名アマウリ。ブラジルからイタリアへ渡った直後はホームシックに、悩まされるも、イタリア人の妻を持ったことが、現地に馴染むことに功を奏したようである。イタリアに来てから数シーズンは、凡庸な成績であったが、2005から06シーズン。 キエボ・ベローナで11得点を挙げ、その活躍から2006年にパレルモに移籍した。2007から08シーズンの15得点という活躍が認められて、2008年5月19日にパレルモから移籍金銭3 0 0万ユーロとアントニオ、ノチェリーノの全保有権とダビデ・ランザ・ファーメの共同保有権でユベントスへ移籍。本人は究極の夢が叶ったと語った。 しかし、ユベントスでは2008から09シーズン前半は活躍したものの、後半からは不調に陥り本領発揮とまではいかなかった。その後も目立った活躍を見せるには至らず、2011年1月30日にはパルマへレンタル放出された。パルマでは11試合出場で7得点活躍し、チームを残留に導いた。2011から12シーズンは、 オリンピックマルセイユなどからのオファーを断りユベントスに復帰するものの構想外という扱いは変わっておらず慣れ親しんだ11を遺跡期限ギリギリにパオロデチェリエに奪われ38に格下げとなった2012年1月24日に出場機会を求めてフィオレンティーナに完全移籍4月7日に当時首位だったミラン相手に決勝ゴールを挙げる 2012年7月2日にパルマと2年契約を結んだ。2014年9月1日、トリノ FC に移籍した。2016年8月9日、フォートローダーデールストライカーズに移籍した。2017年2月21日、アメリカにブリーグのニューヨークコスモスに移籍した。5月18日、対談。ブラジル出身ながら代表召集に応じたことがなく、 ブラジル代表に未練を残しつつも、プレーしていたイタリアの代表という可能性も考慮し、2010年4月12日にイタリア国籍を取得した。しかし、自身の不信もあり、南アフリカワールドカップのメンバーには選出されなかった。イタリア代表召集をめぐっては、国内で賛否両論を巻き起こした。本人はそのことに対して強い不快感を示していて、 試合前の国家聖書では歌わないとしている。2010年8月10日の親善試合、コートジボワール戦で代表デビュー。ありがとうございます。